おはようございます。速稼塾の久保です。皆さん今日もねいかがお過ごしでしょうか。まあいろんなことがあってですね、ビジネスがうまくいかないっていうこととか、経済的に不安だとかね、そういうことあると思うんですよ。時には外出して仕事ができなくなるってこともあると思うんですよね。まあそういうのも込みで、私たちはですね、在宅でできる仕事とか、どこでもできる仕事とか、そしてですね、仕事以外の収入源っていうのを作っていく必要があるんじゃないかなと思います。2013年から私が皆さんの方にね、こうやって放送で、ずっと毎日のようにお知らせしてきたのはまさにそこなんですよね。アフィリエイトっていうのも外出が不要ですしね、きちんと商品が売れてお客様のところにどんどん生産者から届いていくってことになります。このアフィリエイトっていうの優れてるなと思いますし、で今ね結構ねネットワークビジネスがものすごく見直されてくるんではないかなと思ってるんですよ。というのが近所のね商店にお店にいろんなものがなくなっている場合を想定してください。ネットワークビジネスをやるとこれがね幸か不幸か強制的に送られてくるんですよ、オートシップってやつで。だからね、割とネットワークビジネスやったら在庫がいっぱいになってっていうふうなネガティブなイメージがありますけども、物が手に入りにくい時ってネットワークビジネスってむちゃくちゃいいんですよね。私は今これをね痛切に感じてるんですよ。まあ私もね少なからずネットワークビジネスに関わって、商品を買ったりしています。でもその商品がねあるおかげで、まあ品薄にあまり襲われてないんですよね。これは非常にありがたいことだと思うんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。そして FX です。どんな状況になっても、どんなに世の中が不景気でも、FX の市場ってのは常に動いてるんですよね。プラスアルファで YouTube ってのもありますよね。 YouTube ってのが放送のきっかけになったり、コメントをいただくことによってまた新たな学びになったり、本当にいろいろとね自分に有益なことばかりが起きるなと思っております。はい。まあでもね、現実には工場に行って商品を作る方とか、トラックでねできた商品を配送する方がいるのも確かです。そういった方のおかげでやれるところがありますし、本当にね、みんなで協力して社会を作ってるんだなっていうふうに感じるばかりでございます。本当にありがとうございます。はい。では今日はですね、まあ例のやつと言われる例のやつの再開のお知らせがありますので、速稼塾の会員様は専用のホームページからパスワードを入力してご入場ください。いやーこれ待ってましたって感じですよね。非常に素晴らしい再スタートになります。ぜひね皆さん参加していきましょう。もう本当にもうこれはいいですよまあ自由ですけどもね。はい。それからですね、今日は FX の方も操作トップの攻略をできましたんで皆さんにご報告です。ますます FX の力がついて私もニコニコでございます。これからですね、ちょっとこの放送を見てらっしゃる方、聞いてらっしゃる方に一つ聞いてみたいんですけども、 FX のリアル講座といいますかね、 Q&A Zoom かなんかでやってみようかなと思うんですけども、いかがですかね。私が今年からはちょっと講師をしようかなと思ってるんですよ。かなり自分でも思うぐらい力がついてきて、多分ね伝え方もかなりできてきたと思うんですよ。まあ、うぬぼれではないと思いますけども、その、一定のレベルですよ。まだね、勝ててない人、とりあえず負けを少なくしたいとか、勝率を五分五分以上とかね、5.5 対 4.5 ぐらいにしたいなと。とりあえず、やれば負けないようになりたいなっていう方にはお答えできると思いますので、まあ、莫大なね、お金を稼ぎたいって人とか、資金をね、100万単位で入れたいって人には、ちょっと私では役不足ですけども、まあ、任してください。FX の Q&A のコーナー、ちょっとね、ライブでやってみようかなと思うんですけども、希望の方はメッセージいただければと思います。それでは本日は以上です。